100日でエニアグラムを理解する。第1日。1番バッターイチロータイプ1。この位置に位置しますね。まさに求道者、そして野球の求道者であります。その性質はストイック、もうこの一言に尽きる。そしてピリピリ感が半端ないです。時々舌打ちとかします。多分。でも多くの場合は自分や環境への苛立ちなので、その他人に向けた苛立ちではないことが多いですね。そして意外とお茶目。笑うと気さくだったりします。基本タイプ1はド M です。教えて一郎先生っていう最近動画が出てますが、その中で嫌われるのが大好き、大嫌いとか言われるとゾクゾクすると思ってます。そして基本他人にも厳しいです。でも弱い者や頑張ってる人には優しいです。まとめ、エニアグラムのタイプ1一郎先生は起きてから一番遠いところにいます。そして自分軸に一番近いです。ということは起きて破りであり、気持ちはわかるが自分の納得感を優先する、そういう性格なんですね。